モレーは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は熱帯及び亜熱帯の珊瑚礁に生息する、ウツボの総称にちなむ。シマーラシウツボグリーンモレーモレイは1943年4月21日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で、寄港する。1944年5月14日に、 ニューハンプシャー州上院議員スティールス・ブリッジスの夫人によって浸水し、艦長フランク・エル・バローズ中佐の指揮下1945年1月26日に収益する。モレーは1月31日、フィラデルフィアを出港し、翌日コネチカット州、ニューロンドンに到着した。成長後の訓練を終えた後、モレーは、両艦カープと護衛駆逐艦ジレットと共に、 ニューロンドンを出港し、4月14日にはバルボアに、そして25日にはパナマ運河地帯に到着した。5月5日から先行訓練を実施し、新珠湾に到着後21日まで最終調整を行った後、6月7日にマリアナ諸島に向かった。前進基地が置かれていたサイパン島に到着したのは6月20日のことだった。6月27日、 モレーは、最初の紹介で、シーポーチャーアングラーセロレイポン及びカープの5隻とウルフパックを構成し、日本近海に向かった。ウルフパックは7月1日に紹介海域の東京沖に到着し、バローズ中佐は部隊に救助ステーション任務を割り当てた。紹介の第一段階は、パイロット救助任務に集中した。7月7日から9日までもレーは、 本州の南東部で第38任務部隊の攻撃準備のためのレーダーピケット任務に従事し、その後救助任務を続けた。モレーが実戦に投入されたこの時期には、アメリカ海軍の潜水艦部隊は日本軍艦船の大半を破壊し、残った艦船のほとんどは燃料不足と嫌いによる封鎖で港湾に封じ込められていた。この時期の潜水艦部隊の任務の大半は、 味方パイロットの救助へ移り変わっていった。しかしながら、モレーはいくつかの戦闘の機会に遭遇した。7月10日、モレーは、キングフィッシュと共に、金華山沖で、輸送船団に対して、攻撃を行った。キングフィッシュが、最初の攻撃を行い、モレーは続いて5本の魚雷を発射した。数秒後に魚雷が捕鯨船、第5分丸に命中しこれを撃沈した。 他の船への命中は観測されなかった。懲海海域は7月16日に千島列島に移動した。8月6日、モレーは52日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。終戦後の9月1日にモレーは西海岸に向かい、9月11日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着した。その後、メアーアイランド海軍造船所で、 不活性化オーバーホールを行う。墓令は1946年4月26日に退役し、1947年1月に太平洋予備役艦隊入りする。1962年12月1日にアグスマイナス300として艦首変更された。墓令は1967年4月1日に除籍され。 1970年6月18日に標的艦としてカリフォルニア州サンクレメンテ沖で海没処分された。モレーは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。